A table for two, please. Next. 久しぶりにいいとこ見ちゃったな。アクティブシニアのための警戒マサル ECC ガチナクラブ。11月10日の日にその日にポイントを取得した。
コロナの状況は痛みつつもして、とにかくあの、もう他の半年は飯食ってたまらない。で、彼女の大きな特徴は、私のね、特徴は、あの、セラシラッとしているね、お将棋で、そして今日の姿がよくやる。それはもう、みんな知っておりますね。特に大きな特徴があるんですけど、聞かれて、高田さんは何とか書いてくれるんですよ、飯食おうかしら。Thank you.
大山崎15キロ、京都南23キロ、名古屋172キロとなってございます。名神高速上り線東行き名古屋方面行き制限速度80キロです。京都南まで20分、京都東30分、民道まで50分。越えますと上り坂です。一番左側の反射線506キロポスト、失速しないようにしっかりアクセルを踏んでください。新しくできました高槻ジャンクションまで1キロ。高槻ジャンクションは高槻出口新しくできました。そして新名神高速道路に接続いたします。下っております。8時21分 504.5 キロポスト、1.6 キロ先、右ルート左ルート分岐がございます。この看板から 1.5 キロ先ですね。右から2車線が右ルート、左から2車線が左ルートとなってございます。左からの合流は新名神からの合流です。刑事バイパス京都縦貫道大山崎出口第二京阪多道ご利用の方は必ず左ルートを利用ください。503キロポスト8時22分、道路に文字が書いてございます。間違えないようにお願いします。前方看板見えますでしょうか。右ルートの方は何も書いてございません。左ルートはいろんなのが掲示バイパス第二京阪京都縦貫道大山崎出口たくさん看板がかかってございます。はい、この分岐から大山崎ジャンクションまで6キロです。梶原第一トンネル700メートル、
山トンネル2010m、 天童山トンネルを出ますと1キロほどで大山崎ジャンクション左手に登っていく形ですね。そのまま京都方面進まれる方は右車線に行ってください。渋滞している時はトンネルの中からも左車線渋滞して止まっていることがよくございます。ご注意ください。大山崎ジャンクションまで2キロ。大山崎ジャンクションにご用のない方はなるべく右ルートをご利用ください。右ルートもしくは右車線をご利用ください。左車線は大山崎ジャンクションの渋滞で不自由されるかと思います。トンネルの出口が見えてまいりましたが、もうこの辺りの渋滞しているときは完全に車が止まってしまう場合がございます。トンネル出てからすぐに大山崎ジャンクション1キロ先大山崎ジャンクションなので、この辺りでまだ車線変更してほしくない、この辺りからもすでにバンバン乗り込み入ってまいります。大山崎ジャンクションまで 700m、 かなりきつい下り坂が最後に待ってます。 496.4km ポスト。496km ポスト、大山崎ジャンクション止まりましたので、8時28分です。大山崎ジャンクションからは、大山崎出口、京都縦貫道、刑事バイパス、そして、刑事バイパスも行きますと、第二京阪なども見えます。はい、2倍速終わりまして、普通の速度に戻します。ここから刑事バイパスが入っていきます。この先合流があります。注意してください。はい、運気間違えないようにお願いします。左が大山崎出口、京都縦貫道。右が刑事バイパスとなっております。大山崎ジャンクションはかなりぐるぐる何周も回らされて、かなりややこしい作りになってますので、しっかり予習されてください。はい、そしてこの左からの合流、実は大山崎、京都縦貫道だけですけれども、一回間違えてさっきの分岐左行っちゃってももう一回ここで復帰することができます。この先合流大山崎ジャンクション入り口合流でした。淀2キロ、国山5キロ、名古屋が154キロ、制限速度80キロ。8時30分、尼崎インターから大山崎ジャンクションまで制限速度守って80キロの制限速度を守って30分くらいですね。刑事バイパスのスタート地点から、大山崎から名神高速の瀬田の方に向かって走っております。私の本日の目的地は立東です。立東インター、名神高速走り続けても立東に行くんですけれども、今日は名神高速をご紹介ではなく刑事バイパスをご紹介ということで、お伝えしております。草津ジャンクション立東渋滞2キロとなっています。インターの出口からも本線混んでてジャンクションまで混んでるっていうことでしょうね。はい、組山淀出口、組山淀は出口あって入り口がなかったんじゃないかな。8時32分制限速度80キロです。503キロポスト、 502.9、 この数字どんどん
も減ってまいります。この502とか503とか、これもおそらく東京までの距離かと思います。東京はどこまでやるね、あの中心の方まで行くのか、あの洋画の、首都高の入り口のあの辺りまでなのか、ちょっとどっちかなという感じですけれども、はい、この先少し、ジャンクションの手前なので解説忙しくなります。組山出口がありまして、それを越えますと組山ジャンクションがございます。組山ジャンクションは第二京阪、左に行くと京都市内、右に行くと門真とか八戸の方で近畿道に接続すると、まあ、そういった形ですね。およそ1キロ先、運賃を。今回私は立東に行くのに近畿道から、第二京阪を走って組山ジャンクションを回ってこの刑事バイパスに入ってこようかなと思ったんですが、この名神高速からお伝えしたというのは大山崎ジャンクションからゼロからスタートできるということでこちらを選びました。はい、組山出口、組山出口です。運賃を右方向です。8時34分組山ジャンクション、組山ジャンクション左に行きますと第二京阪ですね。組山ジャンクションでした。8時34分変わらず刑事バイパスまっすぐ行きます。制限速度は80キロ。500キロポスト、前方組山ジャンクションからの合流になります。ご注意ください。かなり交通量あるかと思います。渋滞情報出てるときはこの辺もつながってたり、ね、するかと思います。名古屋148キロです、現在地498.9キロポストでした、はい、きつい下り坂終わって今少し上っておりますが、また 3.5% で下り坂訪れます。はい、この辺りから下り坂です。登って下って登って下ってみたいな感じで来てます。はい、小倉インターインターじゃない、小倉入り口ですね。この先合流があります。注意してください。入り口はありますが出口ございません。その代わりに宇治西に出口がございます。宇治西は出口があって入り口がございません。小倉入り口が498キロポスト、8時36分です。今日は渋滞出ておりません。過ぎております。名神高速の方は京都東から大津まで1キロ渋滞と出ておりました。まあ、今看板に少し出てましたが、宇治西は出口ございますが、宇治東では出られません。出口ございません。ご注意ください。ご用の方はこの宇治西で降りてください。国道24号線に出ます。もう結構混んでますね、宇治西出口で。料金所のあたりも渋滞しております。宇治西出口8
7キロポスト。世界のパン、山崎パンの工場がありますね。瀬田東ジャンクションまで20分、一島まで30分。もう一個読めんかったな。名古屋までかな。70分。名古屋ちゅうことないか。米原かな。この先合流があります。注意してください。名古屋までやったら140何キロもあるんやったら70分ではいかんでしょうということ。はい、496キロポスト、8時38分、宇治、これ何や、宇治西入り口、宇治西は入り口ありましたね、今ね、宇治西インター入り口でした。宇治東が入り口があって、出口がないとか、そんなんやったかな。今のが宇治東やったんかな、ちょっとどっちかちょっと。分かりませんけれども、全ての出口全ての入り口に出口入り口両方あるっていうわけではないので十分ご注意ください。5キロ、石山12キロ、名古屋143キロ。今のキロポストがちょっと文字が消えてわからへんな。これ 494.5 キロポスト。下りが終わって今度これ上りになってます。失速しないようにアクセルをしっかり踏んでください。はい、宇治東入り口です。宇治東は出口ございません。入り口8時40分、 493.9 キロポスト。はい、次笠取り越えて南郷が出口がないと書いてましたね。距離空けるために
自動で速度落としてくれてるんですけど、65ぐらいまで一時落ちましたが、今70キロまで持ち直しました。ちょっと不安定ですよね。速くなったり遅くなったりされると後ろ走ってる車しんどいんですよね。結構ね、皆さんもオートクルーズついてる車であればちょっとオートクルーズ一回使ってみられてはいかがでしょうか。まあ、なるべく一定速度で走った方が燃費とか車にもよろしいかと思います。今の速度大体72キロぐらいですね。トンネル内見て分かりませんが、やや下ってるんじゃないかと思います。ダンプカー2台と思ってたらもう1台前にいたんで、3台が仲良く走ってるような感じですね。一番前の車が70キロぐらいでペース作ってるんだと思います。刑事バイパス制限速度80キロなんで、もうちょっと出してほしいですけどね。あ、よかったよかった、降りてくれるわ。笠取出口 300m となっております。トンネル出てすぐに笠取出口、3台とも仲良く降りていく。さよなら。はい、笠取南郷西大和と今度続いてまいります。笠取出口は 489.2km ポスト、8時44分です。笠取は入り口はないか。南郷が出口がないので、南郷入り口っていうのがあるんでしょうね多分。仁王トンネル 340m。 山の中をどんどん抜けていくのでトンネルが連続してまいります。はい、ここから滋賀県、京都から滋賀に変わります。内畑トンネルが 630m、 488キロポスト、8時45分。天ヶ崎インターを8時ちょうどで浜村淳のラジオの始まりとともにスタートしましたので、今45分で、刑事バイパス中ほどまで来ております。刑事バイパスの終点瀬田東ジャンクションまであと何キロかな、ちょっと看板が見たいけれども。はい、大津市に入りました。 487.2 キロポスト、滋賀県大津市、制限速度80キロです。南郷入り口、南郷入り口合流、出口はございません、ご注意ください。 486.8 キロポストあたりですね。8時46分。きつくなるんでしょうか。途半車線がございます。オートクルーズ72から74まで上げました。ちょっとあんまり途半車線入らへんのやったら、もう本線走るんやったらちょっとゆっくり走るのはちょっと迷惑かかってしまうんで、ちょっと2キロ上げました。はい、486キロポスト超えます。石山が3キロ、瀬田東ジャンクション6キロ、そして草津ジャンクション9キロ、名古屋が117かな、ちゃんと読めませんでした。はい、途半車線 200m 先で終わります、ご注意ください。瀬田東ジャンクションで名神高速合流いたします。そして草津ジャンクションは新名神で
亀山を通って名古屋そっちの方に行くかと思います。名神高速で名古屋行きますと、あの伊江っていうかね、あの岐阜周りなんですよね。養老とか岐阜羽島とかなんかあの辺通って宇都宮の方に行く感じだと思います。石山出口が2キロ、8キロ先に、草津ジャンクションがございます。瀬田東合流してから2キロぐらいなのかな。484.3キロポスト、 484.2キロポスト。8時48分。滋賀県は浜村城来てんのかな。シグレートの代表牧野氏、あ、ちゃんと入るわけ。不動産は売ってない。大平山トンネルが440メーター。瀬田の方に向かって走っております。制限速度80キロです。483キロポスト、はい、石山大津出口、石山出口ですね。石山出口 482.7キロポストあたりで出口です。8時49分。482キロポスト、瀬田東ジャンクションまで2キロ、名神草津ジャンクションまで5キロ。瀬田東から3キロということですかね。そしたらね、3キロ東側に、草津ジャンクションがあるということです。まあ、草津はね、あのパーキングエリアかサービスエリアか、そんなのもあったかと思います。コンビニもね、何やったかな、ミニストップやったかな、なんかあったかと思います。瀬田東出口は右車線へと書いてございます。瀬田東を出口出られる方は右車線、国道1号線に出ます。瀬田東出口ですね。右車線の方に行ってください。およそ700メートル先、斜め左方向です。瀬田東ジャンクションまで500メーター、制限速度80キロから、はい、ここで60キロに下がります。制限速度60キロに変わりました。はい、一番右車線ブルーの方は、瀬田東出口、瀬田東出口です。はい、480キロポスト、8時59分、瀬田東ジャンクション、このまま名神高速に入ってまいります。この先、合流があります。注意してください。この合流は瀬田東インター入り口から。入り口の合流になるかと思います。
R60 のきつい急カーブご注意ください。左にカーブしていきます。ちゃんと落とさないと危ないですよ。しっかり落とさないと、これバンクがついてるかついてないのかわからんぐらいなんで、外に持っていかれますね、だいぶね。ご注意ください。ちょっと道路の作りが古いからかな、あのシャキッとバンク傾きがついてないので、外の方にだいぶ傾きます。はい、制限速度40キロで先ほどの R60 のカーブ曲がりました。瀬田東ジャンクション抜けていきました。草津ジャンクションまで 2.3、 そして新名神亀山のジャンクションまで48かな。はい、でございました。亀山はもう三重県かと思います。はい、新名神左へと書いてます。新名神ご利用の方や、草津のパーキングエリアご利用の方は 1.7 キロ先、左一番左側車線が、草津パーキングエリアとなってございます。パーキングエリアと、新名神両方利用できるのかな。あのたまにね、パーキングエリア利用された方は新名神の方に行けないよとか、そういうややこしいパーキングエリアもあるんですよね、中には。ここはちょっとまだ私確認してないけれども、ご注意ください。パーキングが手前にありますね。ということはパーキング入って休憩された後でも、新名神の方をご利用いただけるんではないでしょうか。およそ1キロ先、はい、左に見えてまいりました。セブンイレブンが中にありますね。ガソリンスタンドはないようです。パーキングエリア、草津パーキングエリア、8時54分、尼崎出発して54分でございます。はい、片側3車線、一番左の車線は草津ジャンクションへ入っていく車線となっております。草津ジャンクションは新名神で名古屋方面ということになります。東名阪、伊勢湾岸、まあ、そういった道路ご利用の方、新名神で亀山方面行ってくださいねということで、はい、草津ジャンクションです。草津ジャンクション8時55分、465キロポスト。この465キロは東京まで465ということです。この先合流があります。注意してください。はい、草津ジャンクションからの合流となります。 464.5 キロポストで8時55分変わらず、片側3車線なんですけれども、一等越えたら2車線に減るのかな、一番左がなくなるんじゃないかと思います。ちょっとちゃんと覚えてないんですけども、この先合流があります。注意してください。464キロポスト、この合流は何の合流だ。草津に入り口なんかあったかな。ちょっとこの合流確認は取れてません。8時56分、一等まで5分、前原ジャンクションまで50分、一宮まで90分、つまりあの愛知県名古屋の方まで、まあ90分そこらあったら行くんじゃないかということですね。前原まで50分でしたっけ。結構距離ありますね。前原ジャンクションからは北陸道の方に行けます。福井県、石川県、富山県、新潟県、あっちの方です。はい、立東インターまで 4.5 キロ、463キロポスト、8時57分。私は今回、立東インターで降りてそのまま配達行きます。立東インターで動画切らせていただきますので、そこまであと少しよろしくお願いいたします。あ、もしよかったらあのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
私のこのキースジャガーチャンネルはドライブの予習の動画だけやってるわけじゃなくて、テレビゲームのプレイ動画であったりとか、政治の話、うんちくをごちゃごちゃ言ってみたりとか、そういうね、ドライブの予習の皆様が望んでおられないようなコンテンツも、まあ、いろんなことに手を出しておるので、ちょっとねこればっかりっていうわけにはいかないんですけれども、もしよかったらチャンネル登録いただいて、まあ、他の動画が気に入らなければ他のは見なくていいんでね、ドライブの予習だけでも見ていただければなと思っております。このバス停なんやろ、視察バス停、ちょっとバス停なんていうバス停かわからないです。立東インターまで3キロになりました。東京とのね、長距離で走るんやったら名神じゃなくて東名阪とかそっちの方行って、ね、名阪国道入ってみたいな、そんな走ってたかと思うんですけれども、460キロポスト8時59分、まもなく天ヶ崎から1時間ということになりますね。制限速度守っても天ヶ崎から立東までこれぐらいの距離十分1時間で来るなということですね。およそ1キロ先、左方向、高速道路、出口です。9時になれば、9時クイズやな。竹内龍馬さんが、車の故障を直す仕事をやっております。はい、浜村さんの9時クイズは始まりませんね。とりあえず、立東インター、出口。左方向、高速道路、出口です。インター出口まもなくです。459キロポスト9時ちょうど、はい、立東インター出口越えますと 300m 先、一番左車線がなくなって2車線の道路に変わります。ご注意ください。立東インター降りない方は右車線に行かれてください。はい、こちらが立東インター出口 458.6 キロポスト、9時ちょうど変わらず80キロで走ってまいりましたが、ここから40キロ、急カーブと下り坂複合しております。大変危険なので速度を落としてください。制限速度40キロです。で、立東インターはちょっと料金所出られてもかなりややこしいんですよね。方向を間違えると逆方向行ってしまったりとか、そういうことになりますのでご注意ください。出口がね、何箇所かあるんですよね。目的の方にちゃんと向かうかどうかは予習されてください。立東インター出口の料金所です。料金は3880円。そしてね、これ今日ガラガラやけれども、たまたまね、いつも混んでるんですよ、めちゃくちゃ。なんでやろ、今日祝日なんかな。そんなことないか。はい、まず一発目の分岐がありまして、立東信楽方面と書いてますね。県道に出るみたいですね。はい、この先またややこしいんですよ。次の出口、左手に降りていく分が国道1号線大津草津方面行きになります。で、その次が国道1号線四日市甲賀方面、東向きに走る方向になります。で、最後の出口が国道8号線に出ます。近江八幡森山方面、私は配達先森山になってますので、最後の出口まで行くんですけれども、はい、国道1号線京都方面大津方面行かれる方、左に降りて行ってください。
混むんですよね。左に降りていく車がつながっててまっすぐ行きたいのに通り抜けられへんわっていうことがよくございます。はい、この手前、これ左のやつ、これ四日市高架方面、三重県の方に向かって国道1号線走ります。東京の方に向かう分です。はい、ここもね、もう降りた瞬間というかこの辺りからつながっててもおかしくないんだけれども、降りた先がね、国道8号線、これはあの北陸の方、敦賀とか福井県、あっちの方、まあ、石川県とかあっちの方行く分です。ちょうどね、この立東の辺り1車線しかないんですよね。なのでここの交流はいつもむちゃくちゃ混むんですけれども、今日はマシですね。しばらくすりゃ交流できるだろうみたいな、そんな感じです。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、止まれは守りましょう。そして合流です。入れてくれるかな、入れてくれないか。あ、入れてくれるね。ありがとう。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。